皆さん、こんにちは。今回は、ちょっと、チェインスキル、いい加減使いたいっていうことで、ちょっとね、我慢しきれなくなったので、ちょっとチェインオーダーをね、引いていこうかと思います。これでね、曲降臨が出ても嬉しい。まあ、直剣が出ても騎士の盾4バフなので嬉しい。短剣については、ちょっと使ってみないとわかんないんですが、まあ、斧は体力増強が入っていると。体力増強入ってると、パワーラ4のデメリット付きのやつと使いにくいな。まあいいや。あとは、まあ槍が単純に、もうスキル威力自体がもうちょっとインフレしてきて、まあモブ狩りで使いやすくなってきたと。っていうのと、まあ司教員の片手コンリフュージロック。これもいいですね。チェインスキルなんで、まあ効果が、まあスーパーチェイン効果か。乗るんで、まあ、これ勝負しよう、バフと。やばい。喉が死んだ。まあ、大体ね、強いスキル、強い効果が揃ってきてるんで、まあ、これ、まあ、悪くないってことで、ちょうど12,250ジェムあるんで、まあ、これなら、まあ、パソコン版に移行できるくらいのぴったりの所持ジェムということで、今ね、10%オフで Google プレイがね、課金が結構、まあいいっていうことなんで、まあ移行したいってことで、あ、何これ。これの背景がなんかさ、変な武器なんか出てるよね。この変な武器なんだろうね。なんか噂によると、まあ噂の範疇ではあるんですけど、ゲイルインテグラル武器のなんか次くらいに出るやつなんじゃないかなとか言われてるけど、このなんか武器が何なのかよくわかってないと。この背景マジ何なんだろうね。一応これチェインスキルっていうか、なんかこう7周年の、まあ、キービジュアルに準じたものらしいんですけど、まあ、ちょっとわかんないですね。まあ、とりあえず1周引けば、まあ、最低でも、まあ、チェインスキルが、まあ、1個は出るっていうことなんで、まあ、ちょっと、お、これは賛美狩りと、まあ、累心炎が出たと。斧は、まあ出ても、まあ嬉しい。てか、どの武器でも、チェインスキルは出たら嬉しいんですよ。まあなんでかっていうと、もうそのね、もうね、使わなく、俺まだ使ってないし、他の人の動画とかもよく見てないんでわかんないですけど、チェインスキルってだけでアホみたいにインフレしてるような感じがするんですよね。見た感じ。まあ、もちろんスキルの組み合わせのゲームなんで、今までのスキルと組み合わせるのが強いんですけど、それにしてもちょっとそのスーパーチェイン効果って乗っかる効果があまりにも強いんじゃないかなとはちょっと思いますけど、まあ実際打ってみるとどうなのかなっていうのが、まあ気になるので、やっぱりすぐにでもオーダーを引きたいといったところで、まあ、チェインアビリティは別に出なくてもいいかなって感じしますね。やっぱ周年記念で出たての頃の、その、スキル機能のアビリティあんまり強くない感じするんですよね、なんとなく。まあなんかインフレしないかどうかちょっと様子見てる感じはあるんで、それで、まあ弱いスキルを、あんまり強めの効果出すとまずいかなと思ってちょっと様子見てるんでしょうけど、まあちょっとあまりにも、あ、今リズベットが3枚あれ並んでましたね、3連続で。なんかね、全然いいの当たってないから何も嬉しくないんですけど、地味に 地味に、まあ嬉しいのか嬉しくないのか分かんないけど、ほんのささやかな、なんか、あ、見てて楽しいなーぐらいの嬉しさ。ミスマッチファイヤー。片手直剣は、可憐なる闘士。可憐なる闘士ってなんだよ。次、5連目ですかね。まあ、さすがにそろそろ星4が来てほしいけど、このゲームは星4が来ないゲームなんで、まあ、期待しな、おお、期待し、あ、思ってる。確か持ってた、キョンシーリーファー。あ、キョンシーリーファーじゃねえ。キョンシーリスベット。お、7連目か。何の演出もないね。あ、全部持ってんだわ。多分全部かぶり。まあまあまあ、別にいいでしょ。確定枠じゃないしな。
まあ副産、まあでもな、副産物でもいいの出たらそれは嬉しいですけど、まあ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 、なんかピンポイントでかぶりばっか来るようにはなったけど、やっぱ所持スキルがある程度増えてきたからしょうがない。次確定枠か、アビリティか。これでチェインスキルの演出があったらチェインアビリティなんですけど、青く光らないということは何のアビリティだ。ゴミ古代のゴミが来た。全部ひどいな。まあいいや、ステップ。まさかさ、まさか捨てさんの確定枠で超古代のゴミが来ると思わないじゃん。ゴミすぎるな。もうさ、スキルコの効果結構インフレしてきて、やっぱりさ、その、なんて言うんだろうな、キャラ条件満たすためにさ、あのさっきの死のを入れるとしても、ちょっとあまりにもゴミすぎるってことで、ちょっとね、あの結局フレームコンバージョンみたいなのがあったら他のやつのが上位互換っていう風にはなってしまうんですよね。互換ですらないんだけど、そもそもまあキャラが違うっていう点でも全く違うスキルと言えるし、まあ互換性がないんでる、でですけれども、それにしてもちょっとね、まあ完全上位互換と言っていいでしょう。もうキャラ自体のその性能的に、もうそのキャラ、いかにキャラを、そのキャラ条件を満たしやすいと言っても、やはり性能面で他のやつのが上だと、もう本当にそれは、あの例えばフレームコンバージョンのパワーライズとかだったら完全上位互換と言っていいと思うんです。俺は例えばさっきのシノンの赤き名手なんちゃらかんちゃらってやつでも、まあ、例えばそのあのシノン条件満たしたいけど強いやつ他にあるって言ったら、もう最悪ソードスキル枠1枠潰してでも、まあ、パワーライズのフレームコンバージョン入れた方が明らか強いですし、まあ、ただそれもソードスキル使用不可枠ができてしまうかもしれないんで、弓使わなければね、弓以外の場合の話ですけど、まあそれはまあそうですね、他にもキャラ条件満たすためにソードスキル枠潰してるんだったらもっとまあ厳しい戦いにはなりますけど、まあ最近だとフルバーストが主要火力になってきてるんで、まあサブ装備セットであのバースター発動条件を満たして表に切り替えて、でそれで打てばまあソードスキル枠は1枠か2枠分くらいでいいみたいな、まあそういうこともね、まあできるよ、できる場面もねできて、まあそうじゃない方がいい場面もねあって、まあフルバ何枚も入れたりとかねしたいっていう。あ、うわー、なんでさー、これ11連目でしょ、ふざけんなよー。私リなんでさ、チェインソードスキル使わせてくんないの。はいかぶり、はいかぶり、ざけんなし、マジで。はぁ、ちょ課金しよう。まあ、とりあえずちょっとこれで課金して、ステージだけ引きにまあ多分ね、ステップ何2周はすると思うんで、だって1枚も出なかったもん、チェインソードスキルどうしても欲しいのにさ、なんで1枚もこ、まあステージで出るとは思ってないけどさ、さすがに出ないでしょ。まあ一応引くみたいな感じではあるんだけど、なんかさ虚しいんだよ、引いてもさ動画爆死ばっかやんさ最近。まあ仕方ねえけどな、仕方ねえよ。いいオーダーが来すぎてて全部引きたいっていう感じなのに、ジェムが全然足りないから
まあ、仕方ないんだけど、なんか槍のマークばっかり来るな。星音が出てくれ、せめて。来ないよな。まあ来ないよな。ああまあこういうゲームなんで単発引きとかしないもんな。ああマジかー。てか周年記念オーダーで爆死するとかってさあります？そんなひどくない？あたっあこれだけあってもさ、スーパーチェイン効果だってグリセルダしかないでしょ。いやきついでしょ、スーパーチェイン効果で。もこ検証すらさせてくんないのか。お得課金パックがもう全部買っちゃったないんすけど、いじめじゃんマジで。うわもうひで皆さんも爆死しないように、あの一つのオーダー、あのいっぱいジェム貯めて一つのオーダーばっかり引いた方が、一つのオーダーばっかり引いてもさあれ、あでもあーもう運ゲーだからな、結局運ゲーだから、まあ仕方ないんだけど。まあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。